NHK をぶっ壊すはいどうも「ジンです報道ステーション」で NHK 党のね立花隆さんが「テレビは国民を洗脳する装置」とかねあと事前にねそのテーマに関係ない話をするなとか言われてたってねその暴露してね話題になってますね。で大越アナがねブチギレて止めたんですけど。 こんな風にね放送事故ってねトレンド入りしたりとかまあ,あの賛否両論あるわけなんですけどこれについて思ったことはいやっぱりねこうやって炎上させることがね彼のね手法だからね、うん、でまあこんな風にねその、まあ、安全保障のテーマだったんですけど まあ関係ないとかっていう人もいるかもしんないんだけど、そもそもね、NHK をぶっ壊す以外ね、彼にはもう関係ないからね。うん。いや、ほんと見事なね、炎上でしたね。うん。いや、ぜひね、参院選に勝って、NHK をぶっ壊す。してほしいなっていうふうに思います。ってこと。